こんにちは、ゆるねすキッチンの関口彩子です。今回はアク抜き不要、揚げないごぼうの唐揚げをご紹介します。スナック感覚で止まらなくなるのでご注意です。切って混ぜてフライパンで焼くだけなので、とても簡単に作れる一品です。腸内環境を整えるレシピとして、おやつ感覚で楽しんでください。ごぼうの唐揚げの材料はこちらです。ごぼう、片栗粉、お醤油、おろしにんにく、おろし生姜、お酢、そして米油です。まずごぼうです。これは洗いごぼうなので、結構もう綺麗に洗ってあるんですけれども、今回皮を剥かないで、なるべく皮を残して使いたいので、丁寧にごぼうを洗ってみてください。もしね、どうしても黒っぽくて気になるところは、包丁の背などでこう擦るような感じで取り除くといいと思います。ごぼうをカットしていきます。ちょっと両端のところだけ切り落とします。ごぼうは切り方によって食感もまた全然変わってくるんですけれども、今回はちょっと回し切りをします。ごぼうを回しながら斜めに深く切っておきます。感じでごぼうが結構薄いところもあれば厚みのあるところもあって、こうすることでごぼうの食感がいろいろ楽しめます。また味の馴染みも良くなります。切り方はお好みでいろいろ試してみてください。ごぼうを切りました。もうみるみるごぼうって変色してくるんですけれども、ここでお水にさらさないでください。後でじっくりお話をしますが、このごぼうが変色してきたり、ごぼうに含まれる有効成分って水溶性なので流出してしまうんです。本当にもったいないので、このまま色を気にせずに使っていきます。まず調味料です。お醤油です。そしてほんの少しお酢を加えます。小さじ1杯程度です。ごぼうってもともと糖化を防ぐ野菜なんですけれども、さらにお酢を加えることで調理による糖化も防ぐことができます。そしておろしにんにくとおろし生姜を加えます。この下味はね、鶏の唐揚げなんかにも使えますので、ぜひ少量のお酢を加えて調理するというのを試してみてください。揚げ物気になるという方、糖化予防に役立ちますので、お酢をね、うまくこういう時に下味になじませてあげるという方法を試してみてください。下味をつけてちょっとなじませておきます。フライパンを中火にかけます。米油です。油はお好みのもので大丈夫です。炒め物をするような感じで油を少し多めに引きます。先ほどのごぼうです。ごぼうのこの漬け汁ごとやってしまうと衣がベタっとしますので、片栗粉をね、このようなちょっと別のものに移しておいて、片栗粉をまぶしながら入れていくとサクッと仕上がります。粉はね、全部まんべんなくつけなくても大丈夫です。一部ね、こうついてるとそこの部分がまた少しサクふわっとした食感になります。ごぼうをね、ちょっと炒めるような感じでたまにフライパンを揺すります。あんまりお箸でね、やってしまうと衣に傷がついてしまいますので、揺する程度で大丈夫です。もう今ほとんどね、油はないような状態で、空入りみたいな状態になってるんですけれども、この状態でごぼうがちょうどよく火が通るまで炒めていきます。冒頭でもお話ししましたが、ごぼうはお水にさらさないで、その理由をお話しします。ごぼうは変色を防ぐ目的でお水にさらすことが通説ですが、ごぼうのアクといわれるえぐみはタンニンやサポニン、変色はクロロゲン酸によるものです。どちらも抗酸化物質で、タンニンやサポニンは抗菌や消炎作用があります。
クロロゲン酸はコーヒーにも含まれるポリフェノールで、食事に含まれる糖の吸収を抑え、血糖値コントロールに役立ちます。またアクチゲニンは免疫細胞に働きかけ、アレルギーや炎症を抑える働きがあるので、花粉症の方は注目したい野菜です。そしてごぼうといえば、イヌリンという水溶性食物繊維が豊富で、腸内善玉菌によって話題の健康成分短鎖脂肪酸を作ることで知られます。これらはすべて水溶性の栄養素なので、水にさらすともったいないです。多少色が悪くなってもごぼうはそのまま使いましょう。ごぼうの唐揚げ、お味をお伝えしたいと思います。もうね、サクサク、周りがすごくね、いい感じに仕上がっています。周りはカリカリっとしていて、中はしっかりごぼうの食感が残っていて、とっても美味しいです。もうね、スナック感覚、もうおやつと言ってもいいかもしれませんね。本当にヘルシーなごぼうを材料に、油も少なめでいるように仕上げたごぼうの唐揚げ、もうこれだったらごぼうが止まらないかもしれません。お腹の健康にも役立つので、ぜひ試してみてください。今回はスナック感覚で食べられる腸活スナック、ごぼうの揚げない唐揚げをご紹介しました。ごぼうはお水にさらしてしまうのが通説ですけれども、ごぼうはお水に溶けやすい素晴らしい機能成分がたくさん含まれています。少々変色しても気にせずに、そのまま使ってみてください。またごぼうは糖化予防に役立つ根菜なんですけれども、さらにお酢を少量加えることで、揚げ物にしても AGE というね、糖化物質が作られにくくなりますので、揚げ物の下処理にお酢を少しプラスするという小技、他の料理にも試してみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。